はい、皆さんこんにちは。今回はこちらですね、仮面ライダーエグゼイドですね。まあ以前ね、いろんな仮面ライダーのゴースト特集をやったんですけれども、今回はエグゼイド特集ですね。エグゼイド、まあ、ゴーストアイコンからこのガッチャードのエグゼイドのケミーライドカード、こちらまでね、エグゼイド関連のアイテムを一気に紹介していきたいと思います。はい、でまず最初にね、エグゼイドのね、オリジナル音声の方からね、確認していきましょう。変身はこちらのゲーマードライバーと、このマイティアクション X のね、ガシャットを使って変身していきます。それではいきますよ。マイティアクション X! 変身。これでレベル1ですね。そして大変身。こちらノーマルフォームですね。さらに必殺技、こちらの決め技スロットホルダーを使います。でボタン押しますよ。もう一度押して必殺技、おーいですね。こちら変身要請、今ねランダムで出る会心の一発も出ましたね。はい、というわけでね、これが仮面ライダーエグゼイドのオリジナル音声になるんですけども、で他のね仮面ライダーのエグゼイド関連のアイテムのね音声も確認していきましょう。はい、じゃあまず最初はこちらですね。こちら仮面ライダーゴーストの変身アイテムのエグゼイドゴーストアイコンになります。こちらのね変身要請から確認していきましょう。はい、じゃあまずはナンバリングにしてセットしていきます。んよいしょ、いきます、変身。海岸平成ライダー、新たな個性、これが平成。おー、エグゼイドの顔が出てますよね。エグゼイドとは言いませんでしたけどもね、平成ライダー、新たな個性、これが平成。いいですね。必殺技もいきます。おーいですね、平成ライダーオメガドライブ。はい、というわけでこちらがね、仮面ライダーゴーストの変身アイテムのエグゼイドゴーストアイコンでした。はい、じゃあ次はこちらですね。こちら仮面ライダービルドの変身アイテムなんですけども、こちらゲームフルボトルとドクターフルボトルですね。エグゼイド自体がね、天才ゲーマーの医者ということでね、こちらの組み合わせのフルボトルを使って変身をしていきます。では早速変身を確認していきましょう。まずはボトルを振る、いいですね。そしてで、セットしていきましょう。じゃあまずドクター、ドクター、そしてゲーム、ゲーム、おーいいですね、ベストマッチ。じゃあハンドルを回していきます。20、おーいいですね。オリジナル音声とね、全く同じ音声が出ましたね。いや、いいですね。で必殺技もいきます。はい、必殺技はね、まあ、オリジナル音声とは違いましたけれどもね、ボルテックフィニッシュでしたね。はい、というわけでね、こちらが仮面ライダービルドの変身アイテムのゲームフルボトルとドクターフルボトルでした。はい、じゃあ次はこちらですね。こちらは仮面ライダージオウの変身アイテムのライドウォッチなんですけども、エグゼイドライドウォッチになりますね。ではこちらの音声から確認していきましょう。エグゼイド、エグゼイド、おーいいですね。ゲームの力で戦うドクターライダー、いいですね。で変身音声もね、いきますよ。
で変身はこちらのねジオウのライドウォッチ、こちらも使ってねもうエグゼイドアーマーでパワーアップするという形なのでね、まあ、ジオウライドウォッチから使っていきます。ジオウ、でそして反対側にこちらを刺しますね。いいですね。回して変身、変身。そうですね、レベルワープエグゼイート2016って出てましたよね。では次必殺技もいきたいと思います。おー、いいですね、クリティカルタイムブレイクでしたね。2016エグゼイドの顔を回してエグゼイドの顔が出てくる、こちらがね仮面ライダーエグゼイドライドウォッチでした。はい、次はこれですね。こちらは仮面ライダー01の変身アイテムのレベルアッピングエグゼイドプログライズ機になりますね。こちらのね変身合わせも確認していきましょう。いきますよ。ゲームゲームって言ったね。いきますよ、変身。おーいですね、ゲーム音もねなってましたよね。じゃあ必殺技もいきます。おー、エグゼイドの変身音声もねところどころちょっと流れてましたね。はい、というわけでこちらがね仮面ライダー01の変身アイテムのレベルアッピングエグゼイドプログライズキーでした。はい、じゃあ次はこちらですね。こちら仮面ライダーセイバーの変身アイテムのライドブックになるんですけども、こちらがエグゼイド医療日誌になりますね。でこちらのまずはねこのライドブックの音声から確認していきましょうか。エグゼイド医療日誌、あー、いいですね。そしてお、いいですね、天才ゲーマー立ち上がった。ではセットしていきます。で抜刀して変身ですね。いきます、変身。ですね、物語を紡ぐレジェンドライダーでしたね。こちらブックの方開くと、こちらエグゼイドの顔と武器ですね、ガチャコンブレーカーですね、こちらがハンマーモードとあとブレードモードになりますね。では今度必殺技もいきましょう。おー、派手ですね。今度バット必殺技もいきます。エグゼイド必殺斬りファイヤーでしたね。こちらね物語にはね全く出てこなかったんで、どういうねこうフォームに、ね、なるのかなっていうところなんですけどもね、また今後出てくることあるかな、期待したいところですけどね。というわけでこちらが仮面ライダーセイバーの変身アイテムのエグゼイド医療日誌ライドブックでした。はい、次はこちらですね。こちらは仮面ライダーリバイスの変身アイテムになるんですけども、このジャッカルバイスタンプですね。このジャッカルのモチーフの後ろですね、ちょっと分かりにくいんですが、こちらにエグゼイドの顔が書いてあるんですよね。というわけでこちらのねバイスタンプの変身要請も確認していきたいと思います。ジャッカル、よし、変身。
おー、いいですね。ノンストップでクリアしてやるぜ。これはね、エグゼイドのね、キメゼウスのノーカントニューでクリアしてやるぜのオマージュになりますよね。今度必殺技も行きましょう。こちらジャッカルスタンピングフィニッシュでしたね。というわけでこちらがジャッカルバイスタンプでした。はい、今度はこちらですね。こちら仮面ライダーギーツの変身アイテムで、こちらゲーマードライバーレイズバックルですね。こちらの音声もいきますよ。でいきますよ。ゲーマードライバーですね。押して変身です。変身の、いいですね。全くオリジナル音声と一緒ですね。押した瞬間ガッチャーで言うのもいいですね。じゃあ今度必殺技も行きましょう。のエグゼイドストライクでしたね。というわけでこちらゲーマードライバーレイズバックルでした。はい、じゃあ最後はこちらですね。カメラダエグゼイドのライドケミートルガ。こちらね、カメラダガッチャードの変身ドライバーのね、ガッチャードライバーを使って変身していきます。さらにね、このガッチャードライバーの方はライドケミートルガ1枚ではなくて2枚で変身するんですけども、このエグゼイドはこちらですね、こちらの響きのカードと組み合わせることで変身ができるので、こちらで紹介をしていきたいと思います。ではまずエグゼイドの方からいきますよ。そして響き、いきます。変身、おー、いいですね。太鼓ゲーマーということでね、ちょっとやっぱりゲーマー音あれだね、ゲーム関連になってましたよね。というわけでこちらがエグゼイドのライドケミトルカでした。はい、いかがだったでしょうか。今回は仮面ライダーエグゼイド特集やっていきました。個人的にはね、仮面ライダーエグゼイド作品としてね、ものすごく好きなね作品なのでね、今回もねやっててすごく楽しかったです。では次の動画もよろしくお願いします。バイバーイ。チャンネル登録やグッドボタンもぜひよろしくお願いします。